はいどうも、よりいちです。今回は全集中点があと3日後に迫ったということで、全集中点の楽しみ方をお話しさせていただきたいと思います。ほとんどの方がご存知だとは思うんですけども、全集中点と原画点の違いって何なのかっていうことも軽くちょっと触れさせていただいてもらって、楽しみ方っていうのをねお話しさせていただきたいと思いますので、よろしかったら最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。まず全集中点の概要は、前回出した動画のグッズ紹介の動画見ていただければ、まあ、概要の方はさらっとねおさらいということで認識していただければなと思うんですけども、原画展と全集中展の大きな違いっていうのは、原画展の方は原作をもとに原作の一コマ一コマをアレンジしたり、引き出しの部分をピックアップしてより見やすくして楽しめるようにした感じでございます。全集中展の方はアニメの多彩な場面を静止画として展示物にしたり、アニメそのものの映像を部分的にカットしてそれを展示したりとかっていうところが、原画展と全集中展の大きな違いかなといったところでございます。で、全集中展はアニメの方に忠実なので、現時点では柱稽古編までが終了しているので、今回の全集中展は刀鍛冶の里編と柱稽古編っていうところがメインなんだよね。今までに行われた全集中展は立志編、無限列車編、遊郭編がすでに全集中展としては終了しているんですけども、今回の目玉となる刀鍛冶の里編と柱稽古編がメインとなるイベントになっていて、刀鍛冶の里編と柱稽古編のアニメの中から厳選して展示物だったりとか、まあ、映像化したりだとかグッズだったりとか、そういったものの展示会っていうイベントでございます。その他にはあんまり大きな違いっていうのはないと思うんですけども、ここが大きな違いっていうのは、音声ガイドっていうのが全集中展では楽しめるんですよ。展示物を順番に回っていくんですけど、展示物を回るスペースごとに音声が変わったりとか、その辺がまあ楽しめるのかなといったところでございます。あとはアニメのクオリティのレベルがどんどん新しい章に入るごとに上がってきているので、本当に細かい部分まで作り込まれている展示物が多いっていうのが、これも全集中展のまあ一つの見どころになるのかなといった感じでございます。あとはグッズだったりとか、その辺が楽しめるポイントだったりとかするのかなと。僕もね、名古屋の全集中展が最後だったので、うる覚えの部分も結構あるんですよ。なのであとね、3日後に控えた全集中展に行ってきて、その様子とかをねまたまとめた動画とかを作りたいと思いますので、東京の全集中展には行けないけれども、他の場所で開催された時に行ってみたいんです、全集中展に行ったことないんですっていう方は、まあ、何かしらのね参考になればと思いますので、行く間近になったらこの動画を見ていただいたりとか、この後に出す全集中展行った感想とかレポ動画みたいなのも出そうと思ってますので、よろしければそちらの方を見ていただければなといった感じでございます。今回は全集中展の楽しみ方だったり、原画展と全集中展って何が違うのっていうお話だとか、あとは全集中展の中身のねお話をさせていただきました。この動画良かったと思っていただけたら、チャンネル登録と高評価のほどよろしくお願いいたします。 X のリンク、この動画の概要欄に貼ってありますので、よろしければフォローもお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。